どうも、キューティクでガイキマサです。おしゃしゃ、ペペペ、ペギン、カルチャー、ぽいぽい。文化衰退するだろ、お前。というわけですね、今回、マサビで怖い話シリーズでございます。というわけですね、心霊研究家、ミスター関を呼んでおります。はい、すいません。どうもどうも。じゃあ、ミスター関、セキニアンという時代を作ろうと思ってるんだ。早く潰れろ、それ。今回の怖い話は、ある女性が沖縄でめちゃくちゃ古いアパートに住んでて、そのアパートが呪いのアパートって言われてるらしい。で、そこで体験した怖い話があると。というわけですね、今回はその呪いのアパートについて見ていきたい。まあこれ実際に沖縄に住んでる女性が体験した話で、大体何も言ってんだお前シャドウしやがって。で、まあ沖縄言うまでもなく、日本初の地上戦があった激戦地だった場所だと。で、まあ高校卒業して就職するにあたって、ある居酒屋のチェーン店の寮でもあった、めちゃくちゃ古いアパートに入居することになったと。で、そのアパート3階建てで、この女性は2階の一角に住んでたらしいんだね。で、入居当日に部屋に入ると、とても薄暗い上に天井も低くて、もう床は畳でもフローリングでもなくて、なんかツルッツルなものだったんだって。だほんとまるで刑務所みたいな感じだったんだって。独居房みたいな。で、俺もう下見しないで決めちゃったのが、もう仕方ないと。落ち着くまではそこに住むことにしたんだって。で、入居して最初の夜、金縛りにあったと。で、その金縛りにあってる間に、なんと窓の外から這うようにして足を負傷した日本兵が入ってきたと。マジモンド。マジモンドだったお前も。やばいだろこれ。で、私のお腹の上も這い進んで、ドアの方に向かっていくんだって。女無視。で、その日本兵がドアの方に向かって、水をくれー、水をくれーって言いながらドアの方に向かっていくんだって。着地ひねれば出てくるだろ。まず、チラ海あったろ。あれ、塩辛いんだよ。でも、この程度は、この女性からしたら日常茶飯事だと。この人すごい霊感がある人だったらしいんだけども、まあ沖縄で人の過去を見たり未来を見たりお祓いする能力がある人ユタっていうのね。でこの人のおばがユタなのね。だから家系的にめちゃくちゃ霊感が強いと。で見えてしまうのは序の口で耳元で幽霊に見えてんだろって言われたこともある。なんでな。で、まあおばがさすがにこれお祓いしないとやばいということで、おばがこの独居房に遊びに来たらしいんだけども、まあ、部屋の隅々とかベランダ、トイレ、まあ、浴室すべてを線香とかお米、お酒とかを塩で清めたと。で、おばが数珠を手にした時だと。その数珠がなんと急にパーンって音とともに切れたと。これ、なんと部屋の窓からドアに向かって霊道が通ってたと。で、あまりにもたくさんの霊が通る道なんで、数珠が切れてしまったっていうふうにおばが言ったと。まあ仕方ないから、おばは私の部屋に結界を張ってくれて、まあ霊が中に入らないようにしてくれたと。何歳そのおばあちゃん。自分でこじらせてんだよ。だったらこれもうインチキだね。でもすごい、これすごいのが、もうほんとこの日から悪夢とか金縛りに会うことなくなったんだって。すげえ。ただ、こっから数年後に事件が起きたと。仕事が終わって朝アパートに帰ると、パトカーが3台も止まってたらしい。で、警察とか鑑識の人がもうバタバタ忙しそうにしてると、いや、俺も何かあったんかなと思って、2階に続く階段登っていくと、警察官に声をかけられたと。なんと、この女性の部屋の真下の部屋が不審な死に方をしてるらしいよね。で、まあ、怪しい人物を見かけなかったかっていうに聞かれたらしいんだけど、まあ、見たことないということですぐに部屋に戻って、まあ、その自分の部屋のドアを開けると、腐敗臭が漂ってると。でも、なんとも言えない暗い気持ちになったと。それから3日後ね、まあ、この日この女性、たまたま休んで部屋にいたと。で、階段を上り下りする音がずっと鳴り響いてて、もうすっげえうるさくて、まあ、文句言おうかと思ったらしいのよ。階段ダッシュしてたな。野球部だろ、それ。これすごいのが、怒鳴り声とかうなり声みたいなものも聞こえると。野球部じゃん。ボンバーン！だろそれ。でまあ喧嘩してるんだなと思って、まあそのまま知らないふりしたらしいんだけども、でまあうるさいながらにその日は寝て、朝5時頃ドアをけたたましく叩く音に目が覚めたと。で玄関出るとまたしても警察官がいたのって。で昨日不審な音を聞いたりしなかったのと聞かれたのって。聞きまくりだもん。でまあ喧嘩してるような音が聞こえたから、まあそれからと思って止めに入るか迷ったんですよみたいなこと言ったら、警察官にそうしなくて本当に良かったですよと言われたのって。なんでかっていうと、3階の私の部屋の真上の住人が刺されて殺されたと。で犯人もまだ分かんないんで、目撃者がいないか聞き込みをしてるらしいの。まあ自分の部屋は災難を振りかかんなかったらしいんだけど、おばが自分の部屋に結界を張ったおかげで隣人の家中に霊障が起こるようになってしまったと。霊障だったんだ。そうだから、こういう不幸が起こるんだって。でも冷静に考えると、もしおばがこのままお祓いをしてくれなかったら、この女性ももしかしたら犠牲者になってたかもしれないの。でまあそっから数年後、この女性仕事辞めて実家に帰ることになって、まあそのアパート出たんだけど、このアパートは今ももちろん存在してるらしい。話によるとこれ5、6年住んでるからね。そう、結界の持続力すごいね。無臭だとかよりもすごいもん。